さあやってまいりました、タイに伝わる健康体操ルーシーダットンを教えてもらおうということで、うん、月に一度、桜日和のルーシー桜子さんにお越しいただいております。こんにちは。こんにちは。メリークリスマス。お願いします。メリークリスマス。今日はここはまた動画で撮ってもらおうということでね、はい、そうなんですよ。ルーシーダットンの動きを、また動画でも確認していただきますが、はい、チェックしてもらいましょう。桜子さんは今日はクリスマスイブはどないするんですか？何も考えてなかった。考えてよ。リリリリ。あ、ケーキ取りに行くの忘れてた。予約はしてるんですね。予約はした。2日ぐらい前に。まあまあ、あ、そう、うん。できたよね。うん、ギリギリ。で、ファミリークリスマスの予定。の予定ですか。はい、うんうんうん。自分はなんか思い出みたいなのありますか。クリスマス。うん、いや、あ、辛い思い出今。辛い思い出か、はい、それはいろいろある。いろいろね。人生山あり谷あり、クリスマスにも山あり谷ありね。しかしないね。え、ないんですか？うん、あら、クリスマスは嫌だ。クリスマスなんか来なくていいって思ってました。それ高校生の時ね。はい。はい、そんなルーシー桜子さんに、うん、教えていただくルーシーダットン、今日はどんな動きでございましょうか？今日は、はい、冬だし冷えがあるし、うん、年末年始お疲れがたまると思いますので、はいはい、精力アップをちょっと考えようかなと思って。精力はもうこの谷さんの顔見てください、これ。それは男性を、いや、その多分谷さんが考えた精力と私が伝えた精力ってちょっと違うかもしれない。残念がってます。お伝えしたかった勢力は、はい、精神や肉体の活動する力、うん、生命力の方ですよね。ああ、そういうことか。五郎さん必要じゃないですか。もうぼちぼちでええねんけど、うん、はい、でその勢力をしっかりと養えるように、うん、マッサージをしていこうかなと思いまして。大事ですね。はい、ちょっと何も考えずに、そう、足の裏をマッサージしようと思って来てしまったんですけど、はい、足の裏出してっていうのもなんなんで、ちょっと手で説明します、ね、はい、足の指、足の指をギュッて握った時に、はい、足の裏にちっちゃなくぼみがピクって出てくるのってわかります？どこに出てくる？ちょうどね、中指の下ぐらいに、うん、足裏をキューッと曲げてもらうと、うん、中指の真下ぐらいにくぼみができてくるんですよ。で、そこをグリグリしてもらうっていうのが、うんうん、腎臓を元気にする、いい、はい、マッサージの方法。どうでしょう、その親指で。もう適当、何でもいいです。親指でもいいですし、ペットボトルの、ペットボトルでギュッと押してもらってもいいですし、棒で押してもらってもいいですし。でも要はさ、足指ギュッとこないしたらつんね、あー、わかる。私もつります。ちょっとつんで、つらない、つらしかもなんて自分でつらすってどうよとか思いながらつるんですよ。つらないようにせなかった。つらないぐらいで、ちょっとくぼむねんね、はい、くぼむ、でそこを本当にグリグリと気持ちいい感じで、うん、マッサージしてもらったら、うん、それだけで腎臓って元気になってくる。右でも左でもどちらもやってください。あ、どちらもどちらもね、うん、まあ言うたら揉んでもうてもええわけよ、自分でせんでも、はい、もらわないくせに。ええやんか、クリスマスイブぐらい。ちょっと揉んでよ言って精つくね。いや、はい、血みどろクリスマスみたいな。そうよ、そうですね、一年の疲れを取る、はい、そして新しい年に向かって精気を養う、はい、その精気のせいはやらしい精度ちゃうで、はい、言った瞬間足の裏が目の前に出てきますよ、はいって。ほいよって息を読ますという、あとそうですね、食べ物でも、はあ、おせちに入ってるブリとかエビ、黒豆、カズノコ、栗とかが、うん、腎臓を養ってくれるものなので、あ、そうな、食べていただきたいなと思って。あ、ほら、おせちもいいわけ、ね、はい、そうなんです、ね、なんでブリに、ブリ、エビ、黒豆、カズノコ、あと栗なんで、全部入ってるよ、大体。そうね、栗キントも入ってるし、ちゃんと考えとったからみたいですね。あ、やっぱりね、いろんな暴飲暴食も続きますからね、年末から。はい、うん、だから、ブリ食べて、エビ食べて、はい、黒豆食べて、はい、栗食べて、カツノコも食べて、で奥さんのくぼみをグリ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 ってやって、奥さんのくぼみ、足の裏ね、足の裏よ、当たり前じゃないですか。桜子さんでした、ありがとうございます。